さあこんにちは、カオクです。さあ3桁の方来たんで、ちょっとガチめに行こうかな。アバターカードいただき、カオク。何でしたっけ、あベジータ、暴走ベジータで、ユーゴゴクの随南の孫悟空の英雄受け流し、これでいきます。さあ、6段の3桁台のランキングの方来たんで、結構強めのカードデッキを使っていこうかなと思います。ちょっとバーダックチームの可能性もあるので、カメハメハモード入りの優秀大国使ってます。で、暴走ベジータで万が一極円系来たら、これも決めていくって感じですかね。まあ受け流しで耐えれると思うんで、まあそこだけエリート入ってるんですけど、まあエリートに入らなければ嬉しいなレベル。仮面がいる、まあいいでしょう。 UR かな、あの男の子 HP 2万発アプリ2ラウンドとは復活、ユニット持ってますね多分。戦闘力制限かな。で、Q の大人は、あ、そっちか。とりあえず先行と。ユニットがちょっとめんどくさいな。なんだろう、ユニット復活かな、違うな、戦闘力制限かな。まあいいでしょう。さあ行きましょう。エリート、いいね、美味しいとこ入った。オッケー、リレットするかな。自絶に入っていくよね。 OK、 これがヒーローに全部入ってくれれば美味しいけど、いかがでございましょうか。さあ行きましょう。ヒーロー、ああ惜しくないな、ひどいよね、危ないギリ。さあ行きましょう。そこはここに入るんだ、まあいい。ミラクル出そうなんだ相手に。戦闘力制限かな。あ、そうですね。3人がどれかになるかってことか、なるかって感じですかね。 OKOK、 面白くなってきたな。ピンをします。 OK、
あの日 UR の日か。だから次カードアクションあれだな、できなくなっちゃう。ここでやっといた方がいいな。君が成功だ。さあ行きましょう。オッケー。さあ行きましょう。 RBS の薄いとこでもチャージ最速じゃない。どうだ。オッケー、最速だけどミラクルで、出なきゃいい。さあ2回パーフェクト。どうないや。 OK で OKOK、 ヒーローは亀裂に入ってくれるはずなんで、どんぐらい入るかな。いやー全然減らないね。やっぱしゃあないっすね。必殺は打てないな。ちょっときついか。次はこいつは下げてくると思うんだよね。ドローやります。まあ決めきらないと思うけどね。ここでできる限り減らしといて、あの通常攻撃でも相手にダメージを与えられるようにしとかないとまずいので、OK。 バード低いとこ入った。ラッキー。 OK、 5900ぐらいだったらいけるな。さあ行きましょう。ここ極限アプリも入ってるから、これヒーローに入ってくれたらもうチャージ負けた方がいいっすね。ヒーロー入れ。 2V1 いいとこ入った。 OKOK、 OK OK、負けましょう。勝っちゃった。まあいいや。イエス。あ、いいとこ入った。負けましょう。オッケー。このヒュー、ヒューがあれか、気力ダウンか。こっちのヒロパイプの後発動のはずだから、相手のヒュー。 OK、 ヒューが相手の発動するはず先に。あー、こっち後か。あ、じゃあ、あれか、ヒット HP が 50% 切ったからか。ということで OKOK、 ということで3ラウンドのエンペラータイム入りましょう。あ、コウさんということで、最後までね対戦ありがとうございました。今回はね、三桁台のランキング、ランカーの方とね対戦させていただいたので、結構強めのカードを使わせていただきました。こういうね戦いも楽しいですね。パークでした。サンキュー。